義父母の介護に時間を取られ、身の回りの人と疎遠になっていく私にとって、お母さんが見つめる椿の生垣は牢獄の格子みたいに見えた。何年そんな日々が続いたのだろう。私の40代はすべて介護によって費やされてしまったと言っても過言ではないだろう。やがてお父さんもお母さんもほとんど同時に体調を崩し、病院にて亡くなってしまった。喪失感とともに私の心にはほんのわずかな解放感が広がっていく。そんなある日、ようやく訪れた安息の日々を切り裂くような電話の音が家の中に響く。いい加減にしてよ、まるで主戦路じゃない。え、あの、どちら様ですか。もしもし、英子です。あなたの夫である総一の姉ですよ。久しぶりね。あのね、いつになったら私の介護に来てくれるのよ。一体何の話をしているのだろう。介護費用を15万も払ってるじゃない。さっさと私のところに来なさいよ。私は相手の怒涛の剣幕に困惑しながらも、必死に状況を理解しようと努めた。電話の相手は義姉である英子さんに間違いはなさそうである。私が何か口を挟もうにも、英子さんは興奮しているようで散々怒り続けている。次第に怒りのボルテージが下がり始めた頃、私は可能な限り相手を刺激しないように最初から抱いていた疑問を口に出す。英子さん、3年前に亡くなったって総一から聞いたのですが。え？私の名前は朝倉麻里子。夫の総一と2人で暮らしている普通の主婦である。歩いて行ける距離に義実家があり、若い頃は頻繁に遊びに行かせてもらっていた。お母さんが認知症を患っているという話を総一から聞いたのは、お母さんの症状が随分と悪化してからのことである。それまで私は仕事をしたという言い訳もあるが、近所に住んでいたというのに義父母と顔を合わせることを控えていた時期が長い。私が40代に入った頃、何気なく街で見かけた保護猫活動のチラシを手に取って、本当に何気ない気持ちで保護猫を家で飼うことにした。いろいろな事情を持った飼い主のいない猫を保護し、譲渡会などにも積極的に参加したりと、何かと忙しい毎日を送っていた。我が家で使用していない部屋を猫の保護部屋として、多くの猫を保護して世話をする生活を長く続けているうちに、忙しさから義父母とも疎遠に。ある日、総一が辛そうな表情で、お母さんが認知症なのだと私に告白した次の日には、すぐに義実家へ向かうことにした。父さんと母さんからマリコには認知症って診断されたことは秘密にしてくれって頼まれてたんだ。なんでそんな。マリコに迷惑をかけたくなかったんだよ。近くに住んでるし、認知症だって知ったら何か世話しなきゃいけないって思うだろう。私はそんな義父母の深い愛情に胸が苦しくなる。こんなに近所で暮らしていたって、二人が辛い病気で苦しんでいたなどとは全く気づかなかった。私と総一の間には子供がいない。子供がいないことを気にしているわけではないのだけれど、子供がいなければ義実家に遊びに行く理由が見つからなかった。若い頃は良かったのだと思う。若くて暇な私と総一は、時間があれば義実家でお茶をして庭に咲いた椿を眺めた。丁寧に剪定された椿は見事に生垣としての役割を果たし、春になると赤い花を咲かせる。お母さんは椿の生垣を眺め、本当はサザンカが良かったの、手入れも楽だし、と目を少しだけ細めて微笑んでいた。義実家はいつも綺麗で、埃一つ落ちていない。
お母さんはいつも上品な格好をしてソファーに座り本を読んでいる。ソファーの近くには窓があり、柔らかい日差しが入っていた。私はお母さんが用意してくれたお茶を飲みながら義母の横顔を覗き見てしまう。見るからに物静かで、どこか孤独そうで、でも芯の強そうに見える女性であった。認知症になってしまったお母さんは今までと変わらないように見えた。だけどあれほど綺麗だった部屋は散らかり、至るところにゴミ袋が散乱している。総一が床に落ちたゴミを拾うと、お母さんは、ああごめんね、どうしても片付けができなくてね、と腰を丸めて悲しそうに床を見つめていた。総一の話だと、お父さんも認知症と診断されているという。お父さんは書斎にこもって古い本を長いこと読み続けているらしいが、いつも同じ本を延々と読んでいるそうだ。悪いんだけど、母さん掃除ができないみたいなんだ。衛生的にも問題があるし、マリコが掃除をしてやってくれないか。その日から私の平穏だった日常はまるで反転するかのように変化していった。掃除から始まった介護は、次第に食事を用意したり身の回りの世話もするようになっていく。介護は多忙を極めた。いつしか私は保護猫活動を一時的にやめ、家で猫を飼うこともやめた。お母さんはいつもソファーに座って穏やかな表情で、ほら見て、庭の椿がもうすぐ咲きそうよ、と微笑む。それは夏も秋も冬も同じことをお母さんは言った。お母さんは私の名前を忘れてしまっているようで、何度も自己紹介しても私を臨時のヘルパーか何かと思っているんだろう。どこか他人行儀に私と接し続けた。介護をする毎日は言葉で表現できないくらいに辛い毎日である。お母さんとお父さんの介護が必要となった際に、総一は姉である A 子さんにも連絡をしたらしい。その、うちらには子供がいないだろう、それって嫁としての責任を果たしてないって言われて、それならせめて介護くらいはしてほしいって姉さんが。そのような言葉を言われて、私が傷つかないと思っているのだろうか。介護に時間を取られ、身の回りの人と疎遠になっていく私にとって、お母さんが見つめる椿の生垣は牢獄の格子みたいに見えた。それでも私が逃げ出さなかったのは、優しかった頃のお母さんやお父さんへの感謝の気持ちがあったからだ。でも、それでも、やはり介護というのはとても大変であった。長い期間そんな日々が続いた。いつしか私の年齢は50歳になっていた。私の40代はすべて介護によって費やされてしまったと言っても過言ではないだろう。冬の終わり頃に椿の花が咲くと、お母さんはうっとりとした表情で見つめている。やがてお父さんもお母さんもほとんど同時に体調を崩し、病院にて亡くなってしまった。喪失感とともに、私の心にはほんのわずかな解放感が広がっていく。私はお母さんがよく座っていたソファーで大きなため息をつきながら、やっとゆっくり休むことができると思った。私がお母さんと最後に話した時、何もない空間を見つめ、A子と静かに声を漏らしたことをふと思い出す。こんなにも私は義父母を介護していたというのに、もう何年も連絡を取っていない義姉に負けてしまったような気がした。そんなのってないでしょ、私それなりに頑張ってたでしょ。誰に尋ねるわけでもなく、そんな風に独り言をつぶやく。庭に咲いていた椿がぽとりと落ちたのを私はぼんやりと眺めていた。義父母の介護が終わってからというもの、総一の様子にも変化が起き始める。最近総一はクレジットカードを頻繁に使っているのだ。
月末に届いたカード明細には事細かに利用した記録が残されており、通帳の預金にも少額だが勝手に手を出していた。仕事も残業だと言って遅くに帰るし、休みの日にも一人で外出することが増えていた。両親をほとんど同時に失ってしまった総一の苦悩を察していた私は、彼の不審な行動にあまり干渉しないようには考えていたのだけど、いくら何でも通帳から抜かれる金額が多いため、彼が仕事を終えて夕食を食べている時に何気なく聞いてみることにした。最近お金を引き出していることが多いみたいだけど、何に使ってるの？いや、特に何もないよ。ただ仕事上の付き合いでお金を使う場面が多くて、今まで母さんと父さんのことがあって飲み会とか参加できなかったし。私はしばらく黙って総一を見つめていたが、彼の言葉には少し納得ができない部分もあり考え込んでしまう。その姿を総一は私が怒っていると勘違いしたのか、少し焦った様子で私に小さく頭を下げた。マリコにも苦労をかけたし、これからは仕事の付き合いも少し控えるようにする。休日には二人でどこか出かけようか。そんな風に総一は私に言ってくれたが、結局総一は私のことを誘ってどこかに連れて行ってくれなかった。介護する日々から解放されると随分と暇になった気がする。また保護猫活動を再開したいという気持ちにはまだ少し慣れそうになかった。誰も住んでいない義実家はいずれ売却する方向で話は進んでいる。私はもう誰もいない義実家を訪れては家の窓を開け放つことにしていた。生垣の椿に水をやらなくてはいけないと思い、水道の蛇口に取り付けたホースで水をまく。結局誰もいない家だというのに、私は毎日のように椿に水やりを欠かさない。欠かさないのか欠かせないのか、どちらなのか今のところはわからない。だけど誰かが世話をしてやらなければ枯れてしまう椿を思うと、私はこの家に来ないわけにはいかなかった。そんなある日、我が家の固定電話が鳴った。大体がセールスからの連絡なので、いつも受話器を取ってもしもしとしか言わないのだけれど、すぐに相手側から怒鳴り声が響いた。いい加減にしてよ、まるで主戦度じゃない。え、どちら様？もしもし、英子、英子です。あなたの夫である総一の姉ですよ。久しぶりね。あのね、いつになったら私の介護に来てくれるのよ。私は受話器を強く耳に押し当てて眉間にシワを寄せた。介護費用15万も払ってるじゃない。さっさと私のところに来なさいよ。私は相手の怒涛の剣幕に困惑しながらも必死に状況を理解しようと努めた。電話の相手は義士である英子さんに間違いはなさそうである。私が何か口を挟もうにも、英子さんは興奮しているようで散々怒り続けている。次第に怒りのボルテージが下がり始めた頃、私は可能な限り相手を刺激しないように最初から抱いていた疑問を口に出す。英子さん、3年前に亡くなったって総一から聞いたのですが。え？英子さんの間の抜けた声で、この混沌とした電話のやりとりは一瞬の静寂を引き起こす。私と英子さんが対面して話をしたのは新婚当初が最後である。当時英子さんは仕事の関係で海外に行っており、そのまま外国にて永住し、3年前に奇跡に入ったと総一から聞かされていた。葬儀は外国で行われ、細かい片付けなどは他の親戚が全て担ってくれたと聞いている。私が今までのことを英子さんに話すと、彼女は電話越しに絶句しているのが分かった。長く海外にいた英子さんは義父母がすでに亡くなっていたことも知らされていなかったと信じられない発言をした。
私と英子さんは電話越しに互いにしばらく無言になり、長い時間を過ごした。やがて咳払いをした英子さんが重たい空気を払うかのように少し笑ってから、私ね、3年前に帰国していたのよ。両親は私が海外に移住するのを最後まで反対されていて、どうしても実家に顔を出せなかったの。でもどうして総一は英子さんにお母さんとお父さんが亡くなったことを知らせなかったのかしら。そこについては私も悪いわ。認知症なんて知らなかったし、知っていても助けられたかどうか。実を言うとね、私自身も具合が悪くなって帰国したの。やっぱり心が休まるのはこの日本なのね。英子さんの具合はさらに悪くなり、今では日常生活にも支障が出ているらしい。数ヶ月前、英子さんは意を決して総一と数年ぶりに連絡を取り、こう話を切り出したという。ちょうど階段を踏み外して足を怪我してしまったの。多分私も少し弱っていたのね。なんとなく総一の声が聞きたくなって電話したのよ。総一は英子さんの話を黙って聞き終えた後、そんなに辛いなら私をヘルパーとして雇ってみてはどうだと提案してきたらしい。私とマリコさんって結婚式で一度だけ顔を合わせた程度の関係じゃない。だから最初は断ってたんだけど、なんか総一がとても強く押してくるから。最初は8万円で承諾してくれたと聞いたのに、マリコが承諾しないんだとさらに値段を吊り上げられ、最終的に15万まで膨れ上がった。今後月に15万円を払って身内に世話をお願いするというのは英子さんとしても違和感を持ったけれど、まずは私と実際に会ってみないとと思っていたらしい。それなのにいつまで経っても私が家に訪れないので、しびれを切らして電話をかけてきたようだ。じゃあ今総一は15万円をまんまと英子さんから騙し取ったということですね。そういうことになるわね。最近どうも総一が不自然なお金の使い方をしているみたいなんです。あの子は昔から自分を守るために嘘をよくつく子だったの。もしかしたら何かお金を必要な事情があるのかもしれないわね。私と英子さんは互いに総一が素直に真実を話すとは到底思えないという前提で、密かにお金の行方を探ることに決めたのであった。それから数日後のことである。朝から総一には仕事から早く帰ってきてねと伝えてあった。それは今日が私と総一の結婚記念日であったからだ。夕方になり、私は玄関の前を掃除しながら沈んでいく夕日を眺めた。それなりに早く帰宅した総一と少しだけ豪華な食卓を囲む。総一は食卓に並べられた寿司を豪勢だなぁと喜んでいたが、近所のスーパーで買ったパックの寿司を大きな平皿に並べただけだ。美味しそうに寿司を頬張る総一。しばらくするとインターホンが響いた。私は訪問者を迎え入れるために立ち上がり、リビングから消える。そして再び私がリビングに戻ってくると、総一は私の背後にいる女性に気づき、箸で挟んでいた寿司を床に落としてしまった。姉さん！私に連れられ、現れたのは英子さん。驚きとともに総一は言葉を失い、箸を持つ手を止めたまま、明らかにうろたえている。英子さんは黙ったまま総一を見つめ、二人が向かい合っている最中、私は別室から椅子を用意して英子さんに座るように勧めた。まず、どうして私が亡くなったなんて、そんな縁起でもない嘘をマリコさんにしたのか、その説明をしてくれる？英子さんの冷静な問い方が妙に怖い。総一はしどろもどろになりながら、宙に浮いたままだった箸をテーブルに置いた。その、
初対面の時に姉さんとマリコは気が合わないような気がして、お互いのために関わらない方がいいと思って。気が合わないかもしれないという理由で義理の姉を亡くなっていることにしたという言い訳が通じると、総一は本気で思っているのか。英子さんは片手で額を押さえながら深呼吸をする。親戚のおじさんに聞いたけど、あんた海外で私の葬儀をするために親戚中からお金を集めたらしいじゃない。それもう詐欺じゃない。親戚の人からの話によると、総一の方から A 子が亡くなったという話を受けたらしい。海外での葬儀となると参列は難しいということで、それぞれの親戚からまとまったお金を騙し取っていたらしい。前に総一から言われたの、マリコさんが私のことを外国暮らししていて嫌みったらしいって。マリコさんに聞いたら、そんなことを思ったことも言ったこともないって。私は A 子さんの悪口など言ったことは一度もない。というより、結婚した最初の頃に一度会っただけの人で、ほとんど何も知らない人なのに悪く表現しようがないではないか。次に A 子さんの世話をさせるためにともらった15万円はどうしたのと私が聞くと、総一は罰が悪そうな苦悶の表情を浮かべる。今の会社を辞めて将来的には起業しようって考えてて、そのための資金をどうにか今のうちから貯めておきたくて。あんた本当に信じられないわ。マリコさんを傷つけて今さらそんな嘘が通用するなんて本気で思っているわけ？A 子さんが喋っている途中、私は少し強い力で用意しておいた書類をテーブルに叩きつけると、総一の肩が大きく震えた。総一の目の前に差し出したのは更新所の書類。なんだよこの書類は。書類を手に取り、総一は目を大きく見開く。ここ数日間彼の行動を調査してもらっていたのだ。その内容によると、総一には愛人がいて、 A 子さんから騙し取った金はその愛人に渡していたことが判明。さらに驚くべきは、総一がかつてうちの銀行口座から持ち出した金もその愛人に使われているだろうとのこと。こんな風に周りの人にまで迷惑をかけて、私は総一を到底許せそうにないです。離婚してください。離婚という言葉に焦ったのか、すぐに椅子から降りて床に膝をつける。そして立っている私を見上げるような体勢で、彼は哀れみを誘うような困り顔で私に謝罪した。離婚はちょっと待ってくれ。お前がずっと介護で家にいない時間が長かったろ。俺だって男だから、そのわかるだろ。わかるはずがない。私は頭がカッと熱くなり大きく怒鳴ろうとしたけれど、それを察した総一がさらに続けた。すまない。確かに愛人はいる。それは事実だ。でもあれだ、あんなのは遊びだ。俺にはマリコじゃなくちゃ生きていけないよ。遊び、ねえ。随分といろいろなところにお出かけしていたみたいだけど。隣で A 子さんが書類の中から一枚の写真を取り出し、興味深そうに眺めている。総一の愛人である女性の写真で、派手なドレスを着て笑っていた。更新所の人からの情報によれば、総一の愛人は水商売の女性で、愛人というよりは総一が一方的にハマっているらしい。まあ、若いから見た目はいいけど、それしかないよ。脳みそは足りてないし、家事なんて全くできない教養のない女だよ。あんな下品な女とはすぐにでも別れるから。総一が私に半笑いを浮かべながら、ついにはこの通りだと土下座までした。額を床につけたまま、じっと私の言葉を待っている。彼の後頭部は
少し髪が薄くなっていた。しばらくそのハゲた頭を見つめていると、玄関の扉が開いてゆっくりと足音が聞こえてくる。5分くらいしたら入ってきてと伝えてあったから、時間通り外で待っていた彼女がやってくる。総一、顔を上げてよ。総一は心から申し訳ないという気持ちがにじみ出そうな顔で顔を上げると、私の隣に立つ若い女性を見て絶句する。総一はもう何も言葉を発しなかった。更新所の調査によって調べてもらった愛人の方にも自宅に来てもらった。調査によると、総一の一方的な思いではあったけれど、 A 子さんが私たちに協力しないと不倫関係で裁判を起こすわよと脅してこの場に来てもらった。30代前半の派手な女性は今にも泣き出してしまいそうな顔で総一を見下ろしている。ここに来てもらう前に、私はこの愛人と少しだけ二人で話をした。総一からは、今は起業の準備で忙しいからあと少しだけ待っていてくれと言われていたらしい。私は総一さんが結婚しているとは知らなかったし、別にそんなに本気で交際しているってわけでもないんですけど。愛人の女性は落ち着かない様子で、肩まで伸びた髪をいじりながら言い訳をしてくる。突然、交際していた男には妻がいると知らされ、更新所の人間を介してこうやって会話させられているのだから無理もない。私は総一にあなたと不倫している事実を突きつけるわ。その時、彼があなたのことをどんな風に言うのか、しっかりその耳で聞いていてほしい。この愛人はお店の客として総一をその気にさせていただけである。私は自分の夫が他の女性に騙されているという切なさを必死に隠そうと努めた。総一のさっきの言葉を聞いて、この愛人の女性がどのような気持ちだったのかはわからないけれど、無表情の愛人の瞳から大粒の涙がこぼれた。もしかしたらこの人は本気で総一のことを愛していたのだろうか。嘘つきの男を好きになった女性も、自分に嘘をつかなければ今この場で立っていられないのかもしれない。すべての嘘を暴かれ、もう前にも後ろにも進めなくなった総一は大きく肩を落とし、呆然と床に座り込むのだった。一人の男が巻き起こした一夜の騒動は、随分と夜遅くまで続いた。その後、長い話し合いの末に、私と総一は離婚することとなる。慰謝料の支払いは三人。私と A 子さんはもちろんなのだが、愛人の女性も自分は騙されていたのだと強く主張して慰謝料を請求した。慰謝料請求が3人分というのはかなり金銭的にきついらしく、入金が遅れることもしばしば。私は義父母を介護してきた経験を生かしてヘルパーとしての仕事を始めたので、それほど生活に困っていない。なので慰謝料の入金が遅れてもそれほど気にはならなかったが、元愛人は違っていた。入金の遅れに憤慨した彼女は、総一が働いている会社に電話をかけ、直接本人に催促をしたらしい。そのような行為が毎日行われていたため、社内でかなり印象が悪くなってしまった。上司からも、毎日かかってくる電話に対して対処しなさいと注意され、どうにもできないと判断した総一は会社を退社。その後はあまり連絡を取らなくなった総一は、遠い町で一人、朝から夜まで慰謝料のために働き続けているらしい。一方の A 子さんは、義実家に引っ越しを決めて暮らすようになった。ある程度の家事は自分でできる A 子さんであったが、週に数回は私もヘルパーとして A 子さんの世話をしている。総一は、私と A 子さんは相性が悪い、などと言っていたが、こうして改めて話してみると、とても私たちは気が合った。保護猫活動のボランティアを再び始めた私は、また再び忙しい毎日を過ごしている。
私が保護猫を何匹か家で飼っているという話を英子さんにすると、意外にも興味を持ってくれた。私でも飼えるかしら?私は保護された猫の中で一番おとなしくて賢い黒猫を勧めた。トイレもすぐに覚えたし、部屋を荒らされたりもしない賢い猫を英子さんはとても気に入ってくれた。窓や玄関を開けるときには特に気をつけてくださいね、と私が常々英子さんに伝えていたので、家の窓はいつも閉まっている。私が数日ぶりに英子さんの身の回りの世話をするために家を訪れ、窓を開けると、爽やかな春の風が部屋の中に入り込んだ。今年も美しく咲いた椿が、その花をポトリと地面に落としている。英子さんがソファーに座りながら私を呼ぶ。改めてお礼を言わせてね。母と父の介護、本当にありがとうございました。きっと二人は最後まで幸せだったと思う。私は首を振り、自重するように笑う。お父さんはいつも書斎で本ばかり読んでいたし、お母さんはいつも私を見知らぬヘルパーだと思って他人行儀だったと話した。そしてお母さんは最後に亡くなる直前、英子さんの名前を上ごとのようにつぶやいたことを話した。その事実をかみしめるように瞳を閉じた英子さんは、うっすらと私に向けて微笑んだ。昔、母さんに言ったの。その生垣の椿を切ろうって。虫だってつくし、民家に椿って縁起悪いって言うじゃない?椿の花はぼとっと丸ごと落ちる。昔、武士の家では花が落ちる様子を首が落ちるにかけて避けられていたらしい。でも、母さんは絶対に椿を切らなかった。どうしてって私聞いたのよ。英子さんがソファーに座り、窓の外を眺める。私は一瞬、英子さんの姿にお母さんの面影を見た気がした。あの上品で優しく、どこか寂しげなお母さん。マリコさんが綺麗だって言ったからって、庭に咲く椿が綺麗って。私が。覚えてない?マリコさんが初めて総一に連れられて、実家に挨拶へ来た時って母さんは言っていたけど、そう言われ、私は鮮明に思い出した。春の始まりの頃、私はとても緊張した面持ちで、この家の敷居をまたいだ。お母さんもお父さんもとても優しい人で、私はとても安心した。ふと窓の外を見ると、椿が咲いている。とても綺麗で、まるで私の意思とは関係ないところから、無意識に出てきた言葉が、綺麗であった。私のその言葉をお母さんはずっと覚えていてくれて、そしてその椿をずっとずっと愛おしく大事に思っていてくれたのだ。英子さんは窓の外を見つめる私にそっと微笑む。実はね、私と総一の下にもう一人妹がいたの。流産してしまった子なんだけどね。え?そんな話聞いたことありませんでした。総一も知らなかったかもね。お母さんもお父さんもそのことについてはほとんど口に出さなかったから。お母さんには妊娠後期で死産した子がいて、たまたま生きていれば私と同い年であったという。英子さんの話では、庭に植えられた椿はその妹を失った年に植えられたのだという。お母さんのどこか寂しげな表情の理由を少し理解できたような気がして、私は胸が詰まる。母さんは最後に私の名前を言ったのかもしれないけど、あともう少しだけ、数秒だけでも長く生きられていたら、きっとマリコさんの名前を言っていたと思う。足元に子猫が甘えるように体をすりつけてくる。私は猫を抱き上げ、
その美しい毛並みに顔を近づけた。言葉にできない気持ちが湧き上がって、私は思わず猫の体で顔を隠してしまう。猫の背中は柔らかくて暖かく、少し濡れてしまった猫の背中に、ごめんねと私は言う。庭に咲いた椿の花が、また一つ、静かに地面に落ちていく。コンコン。きっとリビングにいたら聞こえなかっただろう。たまたま廊下にいたからこそ聞こえた。玄関を叩くかすかなノック。コン。分厚いすりガラスの向こうには小さな人影。何が起きているのか、扉の向こうに誰がいるのか。頭が理解する前に私の体は動いていた。玄関をそーっと開けると、そこには唇を真っ白にした孫の明かりの姿があった。どうしたの？大丈夫？震える歯がカタカタと音を立てる中、明かりは小さくうなずいた。温めようと抱きしめると、自分の芯まで冷やされそうなほど、明かりの体は冷え切っていた。それもそのはず、天気予報では今日は今冬一番の寒さだと言っていた。聞きたいことは山ほどある。だがその前に、息も絶え絶えの明かりを救わなければならない。お父さん、急いでお湯沸かして。ママが、おばあちゃん、明かり教えるから。その前にまずあかりちゃんよ、ちゃんと温まってから教えて。アパートまでの道のりをあかりが知っているのなら、娘のミキは今もそこにいるはずだ。一刻も早く救出に向かわなければ。あかりちゃん、その場所わかる？今おじいちゃんが車を用意してくれてるから。あかりは庭を見つめていた。その瞳からは大粒の涙が溢れていた。やっぱりいい。もうママもいなくなっちゃったから。あかりはよろよろと力なく立ち上がると、ふらついた足取りのまま玄関へと歩き出す。いなくなったとはどういうことだろうか。待って、あかりちゃん、どうしたの？全くわけがわからなかった。彼女は一体何を察知したというのか。お花が落ちたから、もうママはダメなの。あかりの顔は絶望に染まっていた。庭にある椿の花が一輪雪の上にポトリと落ちた。ゴールデンレトリーバーの元太がまぶたを閉じたのと同じ瞬間に。病気を患っていたわけではなく、往生だった。孫娘のあかりは大泣きした。私たちとしても、およそ10年を共にした大切な家族だったから、悲しみはとても大きい。元太は賢い子で、数年間の間柄だったあかりにもよく懐いた。その姿はまるで本当の兄弟のようだった。だから、もう泣かないでとも言えないし、そもそも4歳の子供に対して酷な物言いである。あかりはそれから三日三晩は目を腫らし、鼻をすすっていたそうだ。健太が亡くなった日から季節は一巡し、あかりは5歳になった。定年退職した主人は暇を持て余して料理に打ち込み始めた。その甲斐もあって、私も休みが増えた分、穏やかな日々を過ごしている。娘のミキは今でもあかりを連れてよく我が家、つまりは実家に遊びに来てくれていた。あかりも日に日に大きくなっていると実感する。主人は2人が来ると遺産で料理の腕を振るった。いわく孫娘の喜ぶ顔がたまらなく好きなのだそう。完全に骨抜きにされていた。しかしその反面、私と主人には気がかりなことが一つあった。兄弟は元気にしてるか？うん、大丈夫だよ。それよりさ、また適当に見え透いたごまかし方をした。
なぜ主人がそんなことをわざわざ聞くかというと、我が家に娘婿が一緒に来ることはなく、またミキはこの話題に対して猛烈な拒絶反応を示すのだ。私は自分たちの現状が穏やかであるがゆえに、娘たちの家庭事情が気にかかって仕方がなかった。何か嫌がらせでもされているのではないか。不思議なことに、一度そう考えると悪い予想や予感というものは止まらない。傷とかあざは見当たらないけど、まさか暴力でも。去年の冬に降った雪のように徐々に積もっていった。そんなある日の夜、自分で使った台所を片付けている主人が何気なしに声を上げた。なあ、今度ミキとあかりが来たら、俺があかりを連れて遊びに出かけるから、しずこはその間にミキに話を聞いてみてくれないか。先に詮索を提案してきたのは主人だった。おじいちゃん子のあかりは何の疑いもなく喜んで出かけることだろう。そうして父親と娘がおらず、同じ立場にいる母親と一対一であれば、ミキも少しは話す気になってくれるかもしれない。逆にそこまでしても固くなに話そうとしないのならば、いよいよ何かしらのよからぬ事情が隠れているに違いない。妙案だった。わかった。そうしたらあかりちゃんのこと頼んだわ。それから数日後、あかり、おじいちゃんと二人でお出かけするか。行きたい。ねえママ、行ってきてもいい？いいの、お父さん。ああ、たまにはゆっくりしていけ。そう、じゃあお願いするね。あかり、あんまりわがまま言っちゃダメだからね。わかった。作戦の第一段階は何事もなく突破できた。もっともミキは唐突な提案に若干のいぶかりを見せていたが、同時に断るだけの理由も見つからないといった様子だった。ミキ、あなた何か話したいことがあるんじゃないの？二人分のインスタントコーヒーを入れテーブルに並べる。周りくどいのは抜きに、単刀直入に尋ねた。なんだ、それで明かりを連れ出したんだ。まあありがたいことには変わりないけど。ミキはどこか定感しているようにも見えた。あるいは疲弊かもしれない。一呼吸置くとミキの顔色は別人のように変わり果て、一気に一回りほど老けた。私はたまらず声を上げる。何があったの？本当は話したくなかったけど。ミキは8年前、鹿島光大という男と結婚した。出会いは共通の友人が引き合わせたものだった。挨拶に来た時の印象はよく、二人の仲もとても良好に見えたので安心したことも覚えている。二人が子を設けるまではそれぞれが働きに出て、共に小さな家庭を守っていた。忙しくしていたから我が家に顔を見せることもめったになかった。それが変わっていったのは娘のあかりが生まれてからだという。ミキは育児のため仕事を辞め専業主婦に転身したのだが、それがきっかけで光大の態度が日に日に悪化していったらしい。はじめは仕事を辞めたことへの小言から、現在はエスカレートしてさらに辛辣でトゲのある悪態へと変わっているとのこと。話を聞くに、今にも手を挙げられそうなただならぬ様子であることは想像に難くない。結婚してから豹変するというのは稀に聞く話ではあるが、娘夫婦に至ってはその限りではないようで、間違いなく明かりが生まれてからだという。かといってこれまでに娘の明かりに対して何か害をなしているわけではなく、その点においてはあくまで普通の父親であるらしい。何が気に入らないのかも教えてくれないから全くわからなくて、あの家にいるとそういうこと思い出すから、だからここに来ることが多くなったの。
私は情けない気持ちで胸が押しつぶされそうになった。なぜ見抜けなかったのか、どうして娘がこんな辛い思いをしなければならないのか。こみ上げる感情が喉を締め付ける。なんと声をかけていいか考えてもとらわれるばかり。娘の手を取ったことで、ようやく声を上げることができた。話してくれてありがとう。もう大丈夫。私たちがついてるから。今日帰ったらすぐに支度して二人で家に来なさい。無理して一緒にいることないわ。でも、お金はすぐに用意できないよ。多少の蓄えはあるから、そんなもの後からでもいいわ。今はとにかく離れるのが先決よ。そう言うとミキは大粒の涙を一筋こぼした。おかえり、あかりちゃん。おじいちゃん道に迷わなかった？大丈夫だったよ。果たしてあかりはこのことに気づいているのだろうか。今はこれまでもそんな風には見えなかったが、この子はけなげで気丈な性格をしているから、もしかすると心配させまいと振る舞っているのかもしれない。平気なふりをしているだけかもしれない。なんとひどい話だろうか。でもだからこそここで動かなければならない。これ以上大切な娘たちを激しい風雨にさらすことは許されなかった。娘たちを返した後、ことの経緯を主人に話すと、彼もそれが一番だと首を縦に振った。それ以上に怒り心頭に発し、今すぐ殴り込みにかかる勢いを見せたが、なんとか落ち着かせることができた。何のつもりか知らねえが、わけのわからんことしやがって。しかし、いつまで経っても二人が来ない。2時間、3時間と経つにつれ、不安はますます募っていく。娘夫婦も同じ市内に住んでいて、少し離れてはいるが、歩いてくることも不可能ではない距離だ。少なくとも2時間も歩かなければならないほどではない。となると、ここに留まるにあたって、買い物でもしているのだろうか。それにしては連絡がない。いよいよ我慢の限界に達し電話をかけるが、何コール待ってもついにつながることはなかった。待ってろ、まずは俺が見てくる。こんなことになるなら俺が送るんだった。車で15分後、そう言って出て行った主人から電話があった。静子、警察に連絡してくれ。この家には誰もいない。何かを悟ったのか、それとも前々から計画していたのか、今もって知るところではないが、鹿島光大はどこかへ蒸発した。妻のミキと娘のあかりを連れて。お父さん、何度も言ったでしょう。黙って引っ越したくらいで捜査はできませんよ。こちらとしてもできることはしますから、どうかお引き取りください。こういう時に動かない警察なんて、フィクションの中だけの話だと思ってた。まさか本当に一蹴されるとは。おいおい、頼むよ刑事さん。これはどう考えても行方不明だろう。娘と孫が拉致されたんだぞ。事件以外に何だって言うんだよ。その証拠がたった一回の愚痴じゃ、こちらもどうにもできないんです。それに何もしないとは言っていません。できることはします。これ以上何を言っても無駄だろうということはなんとなく感じ取れた。それにないがしろにされているとも言い切れない。お父さん、帰りましょう。他にも方法はあるわ。国が動いてくれないなら個人を動かせばいい。全く苛立ちを感じないわけではないが、彼らの言うことも少しわかる気がした。確かにそれだけでは警察は動いてくれなさそうですね。金なら払う。探してくれるよな？ええ、我々の本分です。喜んでお力をお貸ししましょう。では詳しくお話を聞かせてもらえますか？警察が全く動いてくれないとは思いたくはなかったが、
全面的に動いてくれる気もしなかった私たちは、藁にもすがる思いで私立探偵社に駆け込んだ。幸い彼らは非常に肯定的で、さまざまな情報提供を求めてきた。私はあの日ミキから聞いたわずかな話を事細かに説明した。とはいえ話せる内容などたかが知れている。何せ警察でも言われたように、私自身もたった一度の愚痴しか聞いていないのだ。それから何の進展もないまま1ヶ月が経った。本格的に冬になり、日によっては雪が降る時もあった。ミキは、あかりは無事なのだろうか、それさえもわからないまま過ごす冬は、今までのどの冬よりも寒かった。どんよりとした雲からしんしんと雪が降る日のこと。何をしていても手がつかない状態が続いていたが、何もしないのはそれはそれで落ち着かない日々。気もそぞろに家の掃除をしていると、何かに呼ばれたような気がして少し手を止める。コンコン。きっとリビングにいたら聞こえなかっただろう。たまたま廊下の掃除をしていたからこそ聞こえた。玄関を叩くかすかなノック。コン。分厚いすりガラスの向こうには小さな人影。何が起きているのか、扉の向こうに誰がいるのか、頭が理解する前に私の体は動いていた。小さな影を押し倒さないように玄関をそーっと開けると、そこには唇を真っ白にした明かりの姿があった。どうしたの？大丈夫？震える歯がカタカタと音を立てる中、明かりは小さくうなずいた。灯油欲しい。温めようと抱きしめると、自分の芯まで冷やされそうなほど明かりの体は冷え切っていた。それもそのはず、天気予報では今日は今冬一番の寒さだと言っていた。お父さん、タオルと毛布持ってきて。聞きたいことは山ほどある。だがその前に息も絶え絶えの明かりを救わなければならない。それからお湯も沸かして。おう。ママが。おばあちゃん、明かり教えるから。その前にまずはあかりちゃんよ、ちゃんと温まってから教えて。あかりをストーブの目の前まで連れてきて毛布で包む。リビングから外を見ると、庭先には雪が積もり始めていた。少しは暖かくなった？うん。でもママが。話せそう？教えてくれる？あかりは途切れ途切れに話を始めた。いわく1ヶ月前のあの日、帰宅すると高台がすでにいたらしい。その後、自宅ではない別のアパートの一室へと強引に連れて行かれると、二人をそこに監禁したという。場所は市内のどこかで、あかりはその場所と我が家までの道をかつての源太との散歩で覚えており、ここまでたどり着くことができたという。なんと悟く勇敢な子だろうか。いや、感心している場合ではない。九段のアパートまでの道のりをあかりが知っているのなら、ミキは今もそこにいるはずだ。一刻も早く救出に向かわなければ。あかりちゃん、その場所わかる？今おじいちゃんが車を用意してくれてるから。あかりは庭を見つめていた。その瞳からは大粒の涙が溢れていた。やっぱりもうママもいなくなっちゃったから。あかりはよろよろと力なく立ち上がると、ふらついた足取りのまま玄関へと歩き出す。いなくなったとはどういうことだろうか。待って、あかりちゃん、どうしたの？あっけに取られた自分に鞭を打って立ち上がり、勢いよくあかりを抱き止める。しかし全く訳が分からなかった。彼女は一体何を察知したというのか。お花が落ちたから
もうママはダメなの。あかりの顔は絶望に染まっていた。泣きじゃくるあかりをなんとか車に乗せ、不本意ながらも道案内をお願いする。現状あかりはミキの居場所を知っている唯一の人物なのだ。もどかしさを感じながらも道案内をしてもらうためにゆっくりと車を走らせること30分以上。彼女はこの距離をたった一人で歩いたのだから、その恐怖心は計り知れないものがある。ここ、あかりが目を晴らしながら指を指す。その先にあったのはひどく古ぼけたボロアパートだった。待ってろ、今見てくる。主人は念のための護身用として持ち出したデッキブラシを片手に車から飛び降りる。車に残された私はただ明かりをなだめ、落ち着かせる他にできることがなかった。それから5分と経たないうちにバタンと乱暴な音が鳴る。何事かとボロアパートの一室に目をやると、どうやら主人が玄関を閉めた音だったようで、彼の腕の中にはぐったりとしたミキの姿があった。私は急いで後部座席のドアを開けた。ママ。ミキ。大丈夫だよあかり、まだ脈はある。だが意識がない。救急車はもう呼んだから、今はとにかく温めてやらないと。車内に過剰なほどの暖房がかけられる。つい少し前の明かりほどではないが、ミキも十分冷え切っていた。それも徐々に回復しているように思えたが、心配であることには変わりない。10分後救急車が到着し、私はほんのわずかに安堵した。主人が一人の救急隊に事情を説明している間、他の救急隊たちがミキを担ぎ込む。そこでふと気づいた。あかりも今までずっと同じところにいたではないかと。この子も一緒に見てください、さっきまで同じ場所にいたんです。私は運転ができないので二人の付き添いとして救急車に乗り込む。主人にはそのまま救急車の後を追ってもらった。翌日、事態が大きく動き、実害が出たことで警察はようやく重い腰を上げる。この時点で鹿島光大は拉致・監禁事件の容疑者として本格的に警察から追われる身となった。はじめはその融通の効かなさに怒りを覚え、やがて呆れになっていたが、この段になって動いたところを見て一周回ってもう一度怒りが湧いてきた。ともかくも彼らが動けば真相が明らかになるのも時間の問題だろう。ミキは未だ意識不明だが、容態自体は安定しているらしい。あかりも栄養失調で入院し、現在は回復の一途をたどっているが、幼い心に負った精神的なダメージは計り知れない。改めて鹿島光大と連絡を取ろうと試みるも、まるきり音信不通状態だった。当然といえば当然である。主人曰く、部屋はがらんとしており、何箱もの段ボールとちゃぶ台、古めかしい灯油ストーブが1台、小汚い布団が1つと、その他少しのものしかなかったとのこと。およそ人が生活するには足りないものだらけである。そんな中、娘たちは1ヶ月もの時間をここで過ごしていたのだ。何を思ったのか、突然妻子を連れて行方をくらまし、かと思えば当の本人はその場にはいなかった。警察によると、あのボロアパートの一室には2人分の生活痕しかなかったという。それも最低限以下、特に食事に関しては満足に食べられていなかったのではないかとのこと。つまり鹿島は初めから二人を何らかの理由からボロアパートに監禁するつもりで行方をくらまし、自らはどこかで高みの見物をしていたということになる。真意はどうあれ、下劣極まりない輩だった。ミキの発見から2日、彼女はなんとか意識を取り戻した。まだ自分で動くことは難しいようだが、座って話せるくらいには回復することができた。
これでようやく事件の全貌へ至る光明が見えるだろう。あの日何があったか教えてもらえる？ミキは初め口をつぐんでいたが、少しの時間を置くととつとつと話してくれた。家に帰ったらあの人が待ってて、私からスマホと財布を取り上げたの。その後は車に乗せられてあのアパートに。そうして外部との連絡手段を絶った後、仕事をするよう迫ったという。その時の剣幕たるや、思い出すのも胸が締め付けられるほどだったそうだ。しかしあんなところでできることといえば内職程度で、なけなしの収入もほとんど持っていかれたらしい。どうして逃げなかったの？あんなところ、その気があればいつだって出られたでしょう。実際あかりはどのようにしてかは未だ分かっていないが、隙を見て我が家に逃げ延びてきた。セキュリティの背の字もない場所だ。もちろん考えなかったわけじゃない。でも釘を刺すように言われたんだ。逃げても無駄だし、万が一逃げたら容赦しないって。それであかりに何かあったらって思ったら動けなくて。直接的な暴力はなかったようだが、自由を奪い脅しまでしている以上、真っ黒であることは決定的となった。そんなこと、何か思い当たる節はある？正直心苦しかった。これではミキに何かしらの理由が少しでもあったかのような聞き方だ。しかしこれ以外に何と聞けばいいのかわからなかった。そう、何から何までわからないことだらけなのだ。あの人の態度が変わったのが、私が仕事を辞めて育児に専念し始めた頃からだから、それを考えるとどうしても私に仕事をさせたかったとしか。大丈夫、あなたは何も悪くないわ。原因を突き止めるのは難しそうだ。ならば別の方法でその真意を探るしかない。じゃああの人はどこにいるかわかる？警察も探してくれてるらしいんだけど、今のところ手がかりがないみたいで。恥ずかしい話だけど、そこまで蓄えに余裕はないから、ホテルとかそういうところにはいないと思う。家にいなければ友達のところに転がり込んでたりするかもしれない。直感がこれは重要な証言になると言った。わかった、後で警察と探偵さんに伝えておくわ。それとおととい、あかりがあなたが亡くなったって。大きな病気じゃなくてよかったけど。なんであかりがそんなこと？多分風邪をこじらせたんだと思う。一週間前から咳が止まらなくて、ちゃんと食べてないんだもん。治るものも治んないよね。ミキは呆れ気味に少し笑った。あかりちゃん、気分はどう？ちょっとおばあちゃんにお話聞かせてくれる？いいよ。どうやってあの部屋を出てきたの？パパがいなかったから。いなかったら出られるよ。やはり勇敢な孫娘である。不憫でならないが、それ以上に誇りに思えた。そして聞きたいことがもう一つ。これは事件とは直接関係があるわけではないのだが、個人的に非常に気になるものだ。どうしておとといママがいなくなったって言ったの？赤いお花が落ちたから、元太はそれでいなくなっちゃった。この子は椿の花が落ちると誰かが亡くなると思っていたようだ。確かに根元からぽっきりと花ごと落ちるのは独特だから、子供ながらにそう思わせるのも今にしてみればわからなくもなかった。元太が亡くなったのは冬の終わり頃、椿が落ちる季節だった。なるほど、
そういうことだったのね。あれはそういうお花じゃないんだよ。大丈夫。ママは生きてるでしょ？うん。小さくうなずくと、あかりはまた涙を流した。私は理由も聞かずに孫娘を抱きしめる。今度はこっちまで凍えるような思いをすることはなかった。おじいちゃん、おばあちゃん、ありがとう。ママを助けてくれて。とんでもない。すべてはあかりの勇敢さがもたらしたものなのだから。あかりちゃんのおかげだよ。おばあちゃんこそ、ありがとうね。ミキとあかりが保護されてから3日目、鹿島光大が逮捕されたという一報が入った。私は安堵のあまり胸に手を当て、それをなで下ろした。彼が潜伏していたのは、ミキが言った通り友人宅だったという。が、ただの友人ならまだしも、どうやらその友人は女性だそうで、ただならぬ関係を持っていた事実も同時に露見することとなった。それよりも、あかりの体調はすっかり良くなり、元の元気な孫娘に戻ってくれた。ミキも大事には至らず、順調に回復している。鹿島の逮捕を知らせると、ミキの顔の輝きも若干元に戻ったように見えた。これでもう恐怖と向き合う必要はない。裁判所から接近禁止命令は出たが、それだけで安心できるものでもない。だから私たち夫婦とミキ、あかりは都心部から離れた郊外に引っ越してきた。もうすぐ半年になるところだ。そしてもう一つ、大きな変化として、新たに赤毛のゴールデンレトリーバーを引き取ることになった。名付け親はあかりで、その子には源太郎という名前が付けられた。やはり源太のことが忘れられなかったようだ。緑が生い茂る中、倍は大きくなった庭を一人と一匹の兄弟は元気に走り回っている。幸いなことに源太郎の性格は先代とも言うべき源太にそっくりで、あかりにとてもよく懐いた。なんとも微笑ましい光景に、思わずため息が漏れそうになるほどだ。ただいま。ただいま。夕暮れ前、主人とミキが裁判所から帰ってきた。庭で遊ぶ兄弟を横目に、私は二人からようやく詳しい話を聞くことができた。鹿島が問われる罪は主に、逮捕、監禁罪、強要罪、保護責任者遺棄罪で、7年の懲役刑が確定したとのこと。正直なところ、あの所業の数々を考えると、それだけでは足りないと思ってしまった。一生涯出てこないでほしいとさえ思う。ミキに仕事を強要させた理由については、ただ単純に自分が楽をしたかったためだったそうだ。たったそれだけのつまらない理由で妻子を恐怖に突き落とすなど、道徳心や倫理観を欠片も持ち合わせていない。そしてそれを見抜けなかった自分たちにも怒りの矛先は向いた。鹿島をかくまっていたという女性については、隠蔽の自覚があったかどうかが争点になっているそうだが、少なくとも私にとってはどうでもよかった。ともあれ、今は自然がある穏やかな場所に移り住み、4人と1匹で新たな生活を営んでいる。負った傷はそう簡単に癒えることはないだろう。しかし、あかりは源太郎と共に家の中でも外でも遊び回っているし、ミキも彼女本来の明るい性格に戻り始めている。すべてが順調とはいかないが、それでもこの生活はとても気に入った。引っ越しの時に庭に植えていた椿の木を今の家に移してきた。相当な手間がかかったが、この木は娘の記念樹だからとても置いてくるという判断はできなかった。今は夏も真っ盛りで見る影もないが、また冬になれば、綺麗で立派な花を咲かせてくれることだろう。そしていずれ季節が移ろい、その花が落ちたとしても、もうきっと、明かりが泣くことはない。